リンゼイ・ボンは4回の総合優勝、16回の種目別優勝記録を持つ。アルペンスキーワールドカップは国際スキー連盟が1967年から毎冬開催しているアルペンスキー大会。世界選手権、オリンピックと並ぶ重要な大会である。また、世界中を転戦することから白いサーカスとも呼ばれている。 1966年の世界選手権が南半球のチリポルティーチョで開催された。しかし開催時期が北半球では夏季で選手にはシーズンオフであった。そこで1967年の FIS 総会で開催が提案された。11月のシーズン開始から年をまたいだ翌年3月までのおよそ4ヶ月間で開催される。主に 欧州と北米で開催されるが、アジア圏でも日本、韓国で開催される。全種目に出場した場合、年間40戦程度のレース数になる。各レースで30位以内に入賞すると、ワールドカップポイントが与えられ、獲得したポイントの合計で、全種目合計の総合優勝、各種目別の年間優勝を争う。アルペンスキーワールドカップの種目は、以下の4つ。 この4種目の他に、格好と回転の順位の合計で優勝が決まる複合が5つ目の種目と呼ばれることがある。格好とスーパー大回転は高速系種目、大回転と回転は技術系種目と呼ばれる。アルペンスキーワールドカップのポイントランキングにより、スタート順番が決められる中でも原則としてワールドカップランキング上位15名に与えられる。 出走順のことを第一シードと呼ぶ。第一シードのスタート順位はくじ引きで決められる。上位7位と8から15位に分けて抽選されることから上位7位の選手をトップ7と称する場合がある。アルペン競技では滑走順が進むごとにコースが荒れるためスタート順が早い選手ほど有利となる。これまで日本人選手の第一シードは回転で海、カズとシヒロ、 岡部哲也、木村君信、皆川健太郎、佐々木明、湯浅直樹の6名が獲得したのみである。中でも、木村は初めてトップ7まで進出し、また、佐々木も2005から2006シーズンに連続で2位、表彰台を果たすなどして、日本人2人目のトップ7、入りを果たした。2018から2019、シーズン終了時点日本での初開催は1973年。 新潟県湯沢市の苗場スキー場であった。その他にも北海道富良野市の富良野スキー場、長野オリンピックで格好コースに使用された、八方尾根や滋賀高原焼木学山、1993年に日本初の世界選手権が開催された岩手県、雫石町の雫石スキー場などで開催実績がある。日本開催のワールドカップで、 日本人選手が入賞した記録としては、上日の1973年、苗場大会で、柏木正義が回転で10位に入り、これが、日本人選手が、アルペンスキーワールドカップでの入賞ポイントを、獲得した初の記録となった。その後も、木村君信や佐々木明など、日本開催の大会で入賞した選手は複数、出ているが、 今までのところ表彰台登壇を果たしたのは2006年3月に、滋賀高原焼木学山で開催された2005-2006、ワールドカップ第9戦の開転における、佐々木の2位が最高である。ありがとうございます。